5日分のダイエットお魚弁当。鮭とサバを使います。キッチンペーパーで両面の水分を取っていきます。これで臭み消しになるよ。サバを5等分。あ、6等分になっちゃった。まあいいや。鮭もカットします。1、2、3。あ、骨があるな。4、2、3、4。サバは皮目から焼いて、鮭も焼いていきます。8分ぐらい焼いてみて、皮目がカリッとしてれば OK。ひっくり返します。わー、美味しそう。今日は雑穀玄米。かつお節。海苔。サバと鮭の脂身と筋肉質なところが均等になるように入れていきます。まずはサバ。鮭。最後2つは、これは当たりの日、固めに茹でたブロッコリー。3つずつ入れようかな。完成しました。食べるときは蓋をずらして500ワット5分。